ゲームが始まりました。ガンバ大阪対セレッソ大阪、伝統のマッチ。さあ北澤さん、この試合どの選手に注目していますか？ホルランですね、はい、常にゴールを意識しているストライカーですよね、強烈なミドルシュート、そして精度の高いボレー、非常に見応えありますよね。そうですね。さあ今日は得点に絡んでくるんでしょうか。いいチェックですよね。いいパスですね。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。クリアします。目まぐるしくボールの持ち主が変わる。オルランへ、ここで取られました。オルランがコートアップした時のボールの置く位置が良くなかったですね。開きましたよ。前ウサミシュート、ポスト、ここはクリアします。よく取りましたね。うわー、トマトファールですね。前線へのボール、阿部、さあ一気にカウンター。さあ裏のスペースを狙います。山下、13分が経過、前半です。さあここからの展開、長谷川、これは奪われました。ボールを奪います。阿部、ここからラインの裏ですね。シュート、ゴールガンバ、素晴らしいですね。ガンバ先生1対0、スルーパスからのゴールが生まれました。いやラインギリギリでしたね。そうですね、今みたいなスルーパスはね、出す方も頼むから決めてくれっていう、こう愛情たっぷりのパスなんですよね。なるほど、しっかりそれが伝わったんじゃないですかね。はい、さあガンバ1対0先制しています。この先制ゴールでメンタル的には非常に楽になると思いますね。バックからのショートカウンターが早いですよね。丸橋、長谷川、奪います。まあこの辺ここはすごいですね。うん、いいプレスですよね。さあ誰に出すのか。早いですねプレスが。阿部、打てますよ。阿部のシュート、しのぐ、ファールです。フリーキックのチャンスになります。危険な位置、十分に狙える距離です。遠藤、素晴らしいゴール、見事決めました。ガンバリードを広げました。さあガンバ着実に得点を重ねていきます。2対0、もう1点取るとさらに楽になりますよ ね。 そうですね、自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど、長谷川、これは奪われます。
さあ右へ預けて、しっかり寄せてますよね。ここで奪われました。いや決定的でしたけどね。ポストの左です。素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っておきたかったですね。長谷川、丸橋へ、さあ前へ、さあ中誰が来る、3人2人ボールをコントロール、ヘッド、クロスバー、ゴー、セレッソ、これで1点差まで詰め寄りました。素晴らしいクロス、ピンポイント、いいシュートでしたね。セラズ落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。さあセレッソあと1点というところ、やっぱ大事なのは勢いですよね、はい、勢いを持っているうちに追いつくゴールを決めていくという気持ちを持っていけるかどうかですね、うん、なるほど、いいインターセプトですね。ホールラン、長谷川、ホルラン、先ほどゴールを決めている、これはファウルの判定です。これはしのぎたい。これは合いません。上がる、中央、うわ展開速くなってきましたね。受けます、前が来ましたよ、抜いてシュート、ゴール、これで差は2ゴールになりました。フェイントからシュートという場面でした。相手を揺さぶってできたコースにしっかりと打ってきましたよね、はい、見事なシュートでしたね。そうですね。さあガンバリードを2点に広げてリスタート。そして今前半終了の笛が吹かれました。ガンバ前半終わって3対1リードして折り返します。さあ後半すでにキックオフしています。酒本、ガンバ2点のリード、チームの調子は非常に良さそうです。このパスを受けて素早いアプローチです。このボールはクリアです。サイドチェンジした形、ワイドに展開してきますね。さあフォルラン、フォルランのシュート、こぼれている、詰めている、今度も狙ってくるでしょうか。前線へ出す、ボールラン、滝谷へ、遠藤が読んでいる、前に繋いでいきます。ここから組み立てていきます。宇佐美、右サイドへ振って遠藤、遠藤シュート、セーダー、この試合初めてのコーナーキック、コーナーキック一旦後ろに戻します。まだありますね。切り返して上げる、フォローいいですね。さあ前線へカット、ここはつながりません。どう展開していくのでしょうか。ここは素早くマーク、丸橋、中も2人入ってますからね。低いボールを入れる、そのまま打つ、低いクロスにバッ
っちり合わせてきたんですが、これは決まりませんでした。クロスのね、こうパススピードなんか最高だったんですけどもね。さあこのチャンス、ものにできるでしょうか。誰に当ててくるのか。ヘッド、いやーギリギリだ。狙いしましたんですがヘディング決まりません。明神、プレッシャー来ますよ、プレッシャー来ますよ。チェックを受ける、奪われます。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ガンバとしては余裕を感じますよね。プレーが伸び伸びとしてますよね。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。ガンバとしては少し押し込まれてペースダウンしているように見えますね。もう一度ゲームをコントロールする作業が必要ですね。いいカットですね。さあどう攻めるか。ここで奪われます。カットされました。藤本、丸橋、ガンバ、攻撃のエンジンをさらに回転数高めてくるんでしょうか。ちょっと慎重かなって気がしますけどね。縦にボールを送ります。宇佐美、倉田、ボールを奪います。フォルラン、フォルランシュート、いや危なかったですね。セレッソ絶好の得点機でしたがゴールならず。ちょっと判断がね、そのプレッシャーからかどうか難しいところですね。倉田、ナイスカットですね。宇佐美、非常にプレス早いですね。丸橋、後半34分です。山下、酒本、長いパスがつながります。さあどこへ出すのか。山口、混戦模様中盤、ここはディフェンスです。フォルラン狙いますよ。ここで奪われます。酒本、フォルランへ必死のクリア。チャンスを演出できるか。どういった攻めを見せるのか。逆サイド空いてますね。サイドのスペースを使います。いいオーバーラップですよ。時間の使い方も大事になってきますよね。コーナーキック、どうだ。パンチング、まだ危ないですよこれ。拾いますよ。さあどう攻めるか。これはつながりませんでした。ボールが抜ける、いいボールでしょ。ボールが渡る、キーパーと1対1、シュート、いやー惜しい。自分で切り込みシュートに持ち込んだんですが決まりませんでした。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。そうですね。リスタートしたところで長い笛です。3対1、ガンバ勝利。さあいかがでしたか。ガンバとしてはやっぱりこの対戦には相当気持ちが入っていた。